初めての体験メールをご紹介します。はい、東京都サシスシさんからいただきました。はい。私の初めての体験はインドに行って象に乗ったことです。すごい。いつかは行きたい場所でしたが、今回初めてインドに行けて象にも乗れることになりました。またがるタイプかと思いきや、象の上にくくりつけられたカゴに横向きに乗ったのでめちゃくちゃ不安定で大変でしたが楽しかったです。なにわ男子の皆さんの初めての動物体験エピソードを聞きたいです。よろしくお願いします。え、ゾウ乗んのいいな。すごい。ゾウ乗ったことある？ない。いいよなあれ、うん、馬はあるけどゾウないかも。ナマステナマステーションつってナマステーションですけど、やってますけれども、動物エピね。え、なんやろう。あ、でも乗ったことであると、まあ、馬はあるし、ラクダあるよ。あ、俺もあるかも、ラクダ。鳥取砂丘で。鳥取砂丘でね。鳥取砂丘で乗ったよね。いや、あれ、めっちゃデコボコやんな。うん。すごいよな、ラクダの形あれ。鳥取砂丘で、ラクダに乗って、なんか、ラクダが唾を吐いて、みんな動物、俺のこと舐めてきます。こいつ安心してんじゃない？いや、こいつだっていけるかなぁ。安心感あんねやって、うん、安心感あんのかな。動物エピね。でも俺あれ好きかもな、ミーアキャット。ミーアキャット。俺な、多分たまに SNS とか見てて出てくるのが、こうミーアキャットを飼ってる人がいて、俺も見るよ。テレビの動物に対してめっちゃ警戒し始める。地元を感じてるみたいな。そうそうそう。本能的にこう、そうそう、反応しちゃうみたいな。なんかああいうの好き。そのミーアキャットにライオンキングを見せた。ああ、見た。俺んところみたいな。なんかこう本能で感じてる映像があって超可愛かった。いや、動物と触れ合っていきたいですね、こっからも。こっからも触れ合っていきたいです。触れ合っていきたい癒しなんで、ということでね、それでは行きましょう。はい。なにわ男子の、なにわ男子の、うらじ。こんばんは、なにわ男子の長尾健太です。こんばんは、大西流星です。いつまでもうぶな気持ちを大切に、あなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のオブラジ始まりました。はい。今夜はこの前お仕事で釣りをしてきた長尾と、夏のアクティビティがとことん似合う大西という、暑いけど楽しまな車内でガハハハハ、そんなアクティブな夏生まれコンビでお送りします。ねえ、えガハハハハって何？ガハハハハって書いてんの？書いてんの？ガハハハハってガッハ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 ッ。あ、そっち？あ、絶対そう。ガッハッハ、クッパ系ね。ガッハッハッハッ。あ、すごい。ガッシャ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 ッ。イエーイ。えい。ということで、確かに夏生まれコンビですね。うん、夏生まれコンビですよ。お互い誕生日を迎えて、私も1歳増えたということで。はい。本拠地日本放送では8月30日の放送。8月も残りわずかとなっておりますけれども、うん、夏にやり残したことありますか？え、マジ海入るぐらいかな。え？入ってない？ね、夏前に入った。あの撮影で、はいはいはい、撮影で。でもね、やっぱ毎年海は入らへんのよ。でも今回こそ海絶対入りたいと思って。まだ間に合いますよ。海入る時と か, なんか海沿い歩くための服も買った。赤の。ストップ。え、何それ？海沿い歩くための。海沿い、海モチベ服。あ、海モチベのなんかこう海が似合う赤の T シャツを買ったから、うん、友達にも絶対買ったから行こうっての言って。あ、いいっすね。じゃ砂浜歩いて海も入っちゃって、うん、歩かせてくれ。よいしょ。ということで、ひまわり畑に囲まれる風鈴の音を聞きながら昼寝みたいな夏っぽいこと私しました。夏っぽいこと、それこそライブの時にさ、花火したり流しそうめんしたりとかさ、しましたね。ライブ会場の外でやったりするし、うん、結構満喫してるかも。セカオリもしたし、あとな、この前お仕事現場とかいたら、もう外で花火の音とかバーンとか、うん、打ち上げ花火の音で、花火大会結構多いからさ、東京とかも、うん、よく聞くよね。僕もこの前友達と公園で花火大会しました。マジ？うん、花火大会しました。花火大会。花火大会できるの？すごい打ち上げ。はい、花火大会しました。まあ、しないですよね。手持ち花火で花火大会しましたけど。いいな、楽しそう。はい。さっき言った釣りのお仕事はですね、沖縄に行ってきました。あ、そうなんや。はい、沖縄にマグロ釣りを行ってきました。え？はい、もう放送されたんですけど。マグロ釣れんの？釣れるって言って行ったんですけど、僕以外みんな釣れて僕だけ釣れない。おい！
あかんよ。あれみたいな。で、俺もかかったんですよ、魚。かかったと思って。もうみんな周りマグロいっぱい釣ってるんですよ。かかったマグロやーと思って上がってきたブリで。気まず。なんかあれみたいな。ブリも気まず。ブリも気まずみたいな。気まずそうな。みんなマグロ。上がってた。あ、すいませんみたいな。ブリですいませんつって来て。あ、どうもーつって終わりましたけど。ねえ、気まずいのだるいの、それは。ということでね、まあ沖縄行ったんで夏は満喫できたかなと思います。素敵。さあ、そしてですね、今夜はいつもは道枝俊介が担当している人気コーナーに我々が挑戦する特別企画をお送りします。おお。というわけで今週も主な気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。はい、それではここで一曲いきましょう。8月28日発売、7枚目のシングル恋する光のカップリング、なにわ男子でカーディガン。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によって、だいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば、一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。8年ぶりに日本再上陸、ブルーノートジャズフェスティバルインジャパン2024、9月21日22日有明アリーナ。21日土曜日の出演はナズ、パーラメントファンカデリックフィーチャリングジョージクリントン and more。チケット好評発売中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。今日のメンバーは大西流星、長尾健人です。なにわ男子のうむらじ。うむらじ伝言版。なにわ男子の道枝俊介です。大橋和也です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、うん、はい、夜寝るときに着ている服について教えてください。いいね。どうムッチ、今の季節やとすると、今の季節やとすると俺あれ着てる。あのヤギとダイゴさんに出させていただいたんですよ。そこであのヤギとダイゴ T シャツみたいな長袖バージョンと半袖バージョンがあんねんけど、あ、そうなん、2つあんねん。あの後ろにメーってひらがなで可愛い T シャツとダイゴさんとそのヤギの2人のイラストが描いてるがあんねんけど、夏場になってくるとまあ短パンにもその T シャツとか、まあ、T シャツが多いよな、うん、俺も夏場やともう T シャツ1枚、下はもう あの下着のパンツ、あ、そうだよ、だけで寝てる。暑いもんな。せやねん、皆さんの寝てる時に着ている服は何でしょうか、教えてください。以上、道枝俊介と大橋和也でした。僕も無茶ぶりはしません。精一杯頑張ってください。まあおもろい展開になってるやろうな。なんなんこれ、先週から先週このなおもろい展開無茶ぶりある前提やめてほしいかも。そのなんかおもろい展開にさせてくれるあれをくれないと逆に。え、うん、着てる服ね、寝てる時に。寝てる服に着てる服ですよ。もう T シャツ半端ないけどね。うん、俺も一緒、うん、なんかさ、モコモコ系とかもあるやん。あったつあつい、びっくりするあれ、うん、でもあれたまにいただくからさ、いただいた時は着させていただくけど、うん、でもなんかやっぱ結局めっちゃ短い短パンと、めっちゃ短い短パン、うん、開放感あるやん、うん、パンツで、あの下着のパンツで寝るのはさすがにいいやけど、うん、とりあえず履いとけばいいかなぐらいのテンションで履いてるかも、うんうん、マジリハギとあんま変わらん。確かに、うん、俺リハギと一緒かもしれへん。うん。このパジャマって言っても、パジャマっていうパジャマ作った方がいいって言うけどね。うん。あ、やったらなんか人間もさ、この本能的に、あ、これ着たら寝るんだみたいなのが分かってくるみたいな。パジャマ持ってるんですよ、僕。うん。で、二つぐらい持ってるんですけど、まあ、その、回してるんで、うん、当てはまらない日は T シャツ半端ですけど、まあ、やっぱパジャマにしたら、寝れる。うん、シャツの？うん、なんかちゃんとこう、ボタンとかして。かわいい。ピシッて襟ついてるタイプの。やつちゃんと着てんねや。ちゃんと着てる。でなんかすごい睡眠にいいよみたいな、友達に去年の誕生日プレゼントでもらって、うーん、寝てみたらめちゃくちゃ寝やすかったっすね。ええやん、いい感じでした。で最高。そっからなんかハマっちゃって、もう一つ買って今二つありますけど。最高やん、めっちゃいいですよ。二つ使い分けてんねや。二つ使い分けてまーす。
ということで、ここからは近況トークのお時間でーす。イエーイ。今日は大西流星さんから近況を教えていただきたいと思います。イエーイ。僕の近況はですね、それこそ最近パリオリンピックもありましたし、ありましたね。やっぱなんかね、やっぱこうスポーツが盛り上がってるじゃないですか、うん、こういろんなメディアでも言われてますけど、僕シゲキックス、うん、ブレイキングのシゲキックスと同じ高校だったの、うん、同じクラスで、それを言った時にたまたまそれを聞いた、なんかこう大会前に取材したいですみたいな、こう、うん、なんかシゲキックスさんの応援するところを取材で撮らせてくださいみたいな、うん、で、あ、なんかシゲキックスについて話そうって思って行って、うん、日本代表の T シャツ着させてくれて、その写真撮影のとこも、うん、結構デカデカとこの掲載してくれてるけど、うん、であれ日本代表になったのかなとも思いつつ、うん、こうなんかシゲキックスについても話してから、じゃあ写真撮影行きますって言って、あ、分かりましたって言って何するんかなと思ったら、お兄さんってブレイクダンスとかって踊れないですよねって言われて、カメラマンさんにえ、ワンチャン俺シゲキックスキックスと間違えてキャスティングされたのかなとかも思いつつ、あ、いや、すいません、僕はまだブレイクダンスとかやったことないですし、バク転とかもできないんですよねって言って、あ、そうですか、じゃあなんかこのフロアとか使って、全然写真なんでしてる風でもいいのでって言って、俺なんか結構ブレイキンのあらゆる技を披露して、うん、結構難しいさ、片手だけでさ、なんかジャンプして決めるみたいなのもできひんのに、うん、マジびっくりした、15回くらいチャレンジして撮って掲載見てみたら、だ一番簡単なフロアの技だけ掲載されててあとなんかガッツポーズとかを掲載されてて、あれみたいなのありましたね。いいっすね。結構こう内容的にはすごい応援するみたいな内容で、すごい素敵だったんですが、うん、あとはその見出しが大西流星からシゲキックスの刺激へみたいな、エールをみたいなテンションの大西流星から刺激へっていう内容やってんけど、うん、それに対してファンの人が、ファンの人がわかんない、一般の方がわかんないけど、え、大西流星くんって刺激に改名するの？大西流星が刺激へ。その改名しますのガッツポーズやと思われてたみたいな、その日本代表で改名しますみたいなやと思われてたから、結構そういうのも面白かった。小西さんありがとうございます。ありがとうございます。オリンピックの後にやり取りしました、その刺激と。あ、え、してない。確かに、確かやり取りしたいですね。連絡したいな。またね、見ましたよ。メンバーも結構さ見てなかった。見ました見ました。もうすごい回ってたもうあれテレビが回ってんかなと勘違いしちゃうぐらい確かにあれあれみたいな、刺激は止まってるけどテレビが回ってる説もあるぐらいえぐうほど回ってたし、えぐうほど回ってた。落ち着いてんのよマジで。このコメントとかもすごいし、うん、街中でも広告とかすごい、タクシーでも広告あるくらい、結構、うん、どこでもいる。すごいよね。すごいマジで活躍しすぎ、すごい。ということでね、またなんかやりとりあったら教えていただきたいなと思います。はい、番組はまだまだ続きます。今日のメンバーは長尾健人と大西流星、なにわ男子のオムラジ。東京ミステリーサーカス、日本放送をお聞きの皆さん、こんにちは、江戸川コナンです。リアル脱出ゲーム×名探偵コナンシリーズ最新作100万ドルのからくり館からの脱出が東京ミステリーサーカスで好評開催中。怪盗キッドから館に隠された宝石を狙う予告状が届いたんや。宝石は絶対渡せへん、今度こそ捕まえたるで。俺たちと一緒にキッドから宝石を守り抜こう。詳しくはコナン脱出で検索や。オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームのブルーレイ &DVD が10月9日発売決定。3時間半のライブ映像に加え、ここでしか聞けないオードリーの副音声も収録。特典は舞台裏ドキュメンタリー映像と未公開写真満載のブックレット。現在予約受付中です。必ず予約をしなさい。なにわ男子のオムラジ。なにわ男子の長尾健人です。大西流星です。なにわ男子のウブラジオをお送りしています。はい、じゃあ普通歌を紹介したいなと思います。はい、神奈川県俺らの心の拠り所チェル先生からです。チェル先生、なにわ男子の皆さんがとてつもなく驚いた時に出る第一声は何ですか？
私は自分でも理由がわからないのですが、あまりにも驚くとガーッと声が出てしまいかわいいそんな声に周りもびっくりしています。もっとお上品にキャーと言えるようになりたいなと夢見ています。なにわ男子の皆さんは驚いた時に出てしまう声についての悩みありますか？僕これは本当にあって、僕あのアメトークさんで、うん、ビビリ芸人みたいな感じで、うん、あのドッキリとか仕掛けられた時に、俺自分で気づいてんけど、俺ヒーって言っちゃうらしくて、うん、ショッカーみたいになっちゃうの。ヒーって言ってるわ。うん。ヒー単発丸。ヒーもあるし、ヒーとかもあって、最近もう一個見つけたのが、うん、にゃっあのちょっとおっきめの、あの猫。おっき猫になる。おっき猫になる。かわいいかわいい。でも全部かわいい。しかも、にゃーとかやったら全然いいのに、にゃってなって。かわいい。ヒーもう猫やばい、結構やばい。それはもう猫とショッカーや。でもこの人、ガーやあかわいいかも。え、ケントは？え、俺ないかも。あ、でも。What's up! とかも言ってない。Oh my god! っていう。Oh my god! っていうかもしれへん。外国に憧れてるところもあるのかな。生きりすぎ。生きりすぎちゃってもう。やっちゃってるよね。確かに。でもさ、マジでああいうのって準備できひんからさ、マジの本能的に声出しちゃってんやろうな。うん。それおもろいと思うんだから。ほんまに人によって違うし。まあでも、ガーも素敵だと思います。ガーも素敵。もしかしたらね、それこそリュチみたいに、にゃっみたいに新しいのが出てくるかもしれないんで、もし新しいの出てきたら教えてもらえたら。シーズンで変わると思うから、うん、ぜひ。あ、驚き方ってシーズンで変わるらしいです。シーズンで変わるので、ぜひお楽しみに、はい。ということで、ありがとうございました。続いては、こんな特別企画をお送りします。題して、道枝少年の事件簿スペシャル、答えを知らない僕たちはよいしょーはい、道枝俊介が小学生でも簡単に答えられる謎々や意地悪クイズに挑む番組屈指の人気コーナーを今日は僕らが担当します。イエーイ。はい、いつもはパートナーとなるメンバーが出題する側に回っていますが、今夜は役割を交代制にして時間まで問題を出し合います。はい。正解数が多い方が主であるミッチを差し置いて、このコーナーの初代チャンピオン。え、初代チャンピオンになる。チャンピオンになってないんですか？リッチはもうこの時点で初代チャンピオンを取る権限がないというまさかの事態となっておるんですけれども、まあ、お気づきのように現在公開中リュッチェの主演映画恋を知らない僕たちはに企画タイトルを絡めているけど、うん、恋愛の要素は全くない真剣勝負のコーナーとなって恋愛要素入れんかい、入れんかい、ほんと入れんかい。まあね、嬉しい、ありがとうございます、うん。ということでスタッフさん曰くミッチの正解率の異常な低さがこのコーナーの魅力のことですがびっくりするよね、なんでなんやろ。確かになんかこれ毎回ミッチと同じになってやってる。しかも答え発表した後もえどういうこと全然スッキリしない一番良くないクイズ企画、うん、しかもちょっと待ってな、ちょっと待ってめっちゃ待たせるかわいい。多分放送の3倍ぐらい待ってます僕確かに本当はどんだけかいつまんでるか。ということでやっていきたいと思います。はいはい、じゃあ俺からいく、いきましょう。長野県俺らの心の寝る所さらちゃんさんからです。はい。酢につけると喋り始める果物は何でしょう。酢につけると、うん、喋り始める、うん、え、喋っちゃう、パイン。ファイナルアンサーでいいんですか。あ、すいませんヒントいいんですか。とりあえずヒントちょうだい。ヒントはまあ英語にしますね。酢の英語、それはもうあれですけど、果物を英語にしたり、まあ酢を英語にしたりとか、まあどちらでも。絶対果物を英語にするんでしょ。ピーチ、アップル、みかん、オレンジ、酢、スパジロじゃないですか。なんでさっきはパインだったんですか。酸っぱい、あ、酸っぱいみたいな、酢につけてパインみたいな、酸っぱい。結構正解説もない、うん、え、酸っぱい、まあまあ酢もも、え、英語にすんの、英語ちょっと難しいかも。分かったらもう謎は全て解けたで、そう答えていただけたらありがたいですね。うん、え、結構むずいかも。マスカット、ん、マスカット、スカット、スカットジャパン、ん、どうしたスカット、スカ、え、むずい。チェックメイト。お、新しいの出てる。謎は全て解けた。はい、パイナップルだ。それはなんでですか。でも酸っぱい酸っぱいナップル、酸っぱいナップル、はい、間違いでーす。あー、ブブー。正解は桃です。酢桃、酢
ピーチスピーチえ、問題ないんだっけ。つけると喋り始める子がもう喋り始めるか忘れてた。なんかスピーチです。喋り始めるってのを忘れてた。酸っぱいんでなんかめっちゃすっきりしてた。酸っぱいん、酸っぱいん嬉しい。あ、酸っぱいんって言うと思った。だから最初ピーチ、アップル、みかん、オレンジって言ってたから、あ、出てるけどな。結構惜しかったんよ。え、悔しい。じゃあやり返しね。はい。群馬県、俺らの心の拠り所、哺乳猫エリカちゃんからいただきました。哺乳猫、ミカちゃん。柔らかいお肉と硬いお肉、美容師さんが好きなのはどっち？柔らかいお肉と硬いお肉？美容師さんが好きなのはどっち？柔らかいお肉と硬いお肉。美容師さんならではやな、これは。美容師さんならではなの？ならでは。ここに美容師さんってことはもう美容師さんならではよ。え？ピンとこない？全然来ない。柔らかいお肉って何？言い換えればね、これは。言い換えれば？その単、あの動詞とかを。動詞で考えてみる。柔らかいお肉と硬いお肉？うん。美容師さんって。硬い肉食べるときどんな感じになる？硬っ。まつ。まずそう、味は分からん。その買った、髪切られへん、髪切られへん、髪切られへん。お、硬いお肉謎は全て解けた。硬いお肉だ。ベッベーなんで逆の柔らかいお肉でした。なんだよね。髪切りやすい、柔らかいから髪切りやすいから髪切りやすいで、美容師さんは髪切りやすい方が好き。髪切れないのは美容師さんは好きじゃないです。髪切れないんで。逆やったか。めっちゃ惜しい。もうひらめいてからさ、もう答え言うまで早くね。もう暴走。めっちゃ惜しい思ったわ。じゃあ続いて連投。連投ねえ、しっかりして。連投ね、はい、じゃあケントもう一回。はい。愛知県、俺らの心を得るところ、ゆいぴーさんからいただきました。ゆいぴー、問題。学校にはたくさん部活がありますが、はい、何部に入るのが正解ですか？え？なんか質問みたいですけど、問題です。学校にはたくさんの部活がありますが、何部に入るのが正解ですか？はい、正解は何？正解？ほぼ言ってる。正解は何？アンサー。アンサー。アンサブ。アンサーブ。アンサー。おぉ？答え。おぉ？絶対違うやん、これ。アンサー、答え。何部？じゃ答えて。え？もう早ない。早ない。答えようとした時に分かるかも。え？答えようとした時に？でクイズ番組出てると思ってよ。ピンポン。お。ピンポン部じゃん。謎はすべて解けた。答えは卓球部。正解！すごいじゃん。すごいじゃん。すごいじゃん。すげえ。ピンポンピンポンピンポン。やったー。学校にたくさん部活ある中で。ピンポン、正解イコールピンポンだから。え、俺結構いいんじゃないです正解。さっき惜しいとこまで行ってるし、うん、はい、じゃあ続いていきたいと思います。東京都、俺らの心の拠り所、お城のエリーさんからです、うん、とても高価な生地であってもあるものに加工するとその価値が半分になってしまいます。それは何？高価な生地でもあるものに加工するとその価値が半分になってしまいます。それは何？もう言ってますよね、これ。カッチ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 。お、高価、高価な生地であっても、高兜。なんで？高価な生地であっても、高価な生地であってもあるものに加工してしまうとその価値が半分になってしまいます。それは何？もう答えは言ってるっすよね。こう、この中にある言葉をこういろんな組み合わせ方したら半分にする？うん、いいよ。半分、半分にする。わかんないや。の、どうした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 、あれまだクイズコーナーとしてはミッチの方が正解かもしれへん。もう諦めてるもん。ミッチは、え、ちょっと待ってな。ちょっと待って。お前、もうちょい。高価なクイズよ。ちょっと待って。服とかってこと？お。ヒントヒント。まあ、なんでやろうな。リュッチも持ってるよね。高価な生地であっても、あるものに加工すると、その価値が半分になってしまいます。価値が。カチコ前？ん？ハチコ前？カチコ効果はちょっと忘れてもいいかもしれないね。カチ半分、半分カチ、半カチ。謎はすべて解けた。半カチだ。正解。やったー。
ハンカチです。半分の価値だからハンカチとなってしまいます。6つ、はい、諦めなくてよかった。そうですよ、よかったですよ。まあ、ミッチーもねこうやって答えてるということで、なんかでも答えれたら嬉しいね。嬉しい、うん、ひらめくのいいな。違う、頭使いすぎたし、めっちゃあのスタッフさんが教えてくれるから全力すぎて半分半分半分って親かと思った一瞬。続いて俺らの心の良いところ、いちご畑さんからいただきました、はい、問題。穴が4つも開いている T シャツを恭平くんは何も気にせず着ています。どうしてでしょう。え、穴が4つも、恭平くんが穴が4つも開いている T シャツを恭平くんは何も気にせず着ています。どうしてでしょう。穴が4つも開いている T シャツを4穴4ホールホール4は恭平が着る4穴恭平恭平穴でしょ、ホールでしょ。 T シャツに穴開いてんねんて。 T シャツに穴が、 T シャツ穴開いてるやん、もう4つ、なんで気にするの。待って、なんかケント今日なんか穴開きすぎじゃない。 T シャツなんかえ、なんか16個ぐらい開いてな、開きすぎあれ。これ T シャツ穴デザイン、これデザイン、うん、デザインデザイン。ほんと謎は全て解けた。お、 T シャツはもともと穴が4つ開いてるから。正解え、なんなんこれ。簡単じゃないですか。でも最初絶対考える、最初え4つ4ホールとか思う、なんかえ言葉遊びかなと思ったら、パッて自分の T シャツ見たら4つは泣いてて。あ、そうです、 T シャツには首両脇胴の部分を出すためにもともと4つ穴が開いているから。でも俺超穴開いてるからね。ね、今日開きすぎ逆にやめて。超穴開いてる T シャツ着て、はい、この後あのね放送後塗ってもらいましょう。塗ってもらいましょう。ありがとうございます。楽しい。東京都俺らの心のよりどころ、メメメイさんからです。メメリンさん、メメメイ、メメメイさん、メメメイさんからです。問題です。はい。3歳の俊介くんはおもちゃを散らかしてしまいました。はい。しかし和子ママは怒るどころか俊介くんを褒めました。さてなぜでしょう。散らかす、散らかす。3歳の俊介くんはおもちゃを散らかしてしまいました。うん。しかし和子ママは怒るどころか俊介くんを褒めました。さてなぜでしょう。さちらかし。3歳の俊介くんはおもちゃを散らかしてしまいました。散らかす。しかし和子ママは散らかす、かす、らかす、散らかす。え、ヒント、ヒント、あ、まあまあ、この受け取り方、言葉の、あ、散らかしてもお掃除するいいきっかけをくれたわ。あ、でも近い近い近い。ヒントもう一回いきますよ、うん、3歳の俊介くんはおもちゃを散らかしてしまいました。しかし和子ママは怒るどころか俊介くんを褒めました。さてなぜでしょう。ラジオなんで散らかあれらしいですけど。褒められんの。褒められました。むずい。いいことしてるからね、散らかしてんのに。うん、俺散らかして褒められたことないかも。え、俊介くん偉いですよね。賢い。俊介くんとか関係ある。流星くんでもいいです。3歳、え、4歳の流星くんでも大丈夫。もういけますいけます。全然あの23歳のルチでもいいですよ。いや、それは23歳の流星くんはおもちゃを散らかしてしまいました、はい、しかし和子ママは怒るどころか流星くんを褒めました。さてなぜでしょう。わかんないです。え、本当に難しいです。本当にあのギブアップでお願いします。ダメです。でもおもちゃを散らかしてしまいました、うん、ですよ。おもちゃを散らかしてしまいました。うん。お、謎は全て解けた。すごい。散らかしてからちゃんとしまったから。正解でーす。やったー。ありがとう。すげー。確かに、はい、散らかしてしまいましたから、あの怒られなかったということです。ちょっと逆に褒められるな。逆に褒められました。あの俊介くんとリュウチェくんはありがとう。はい、いや、おもろ、すっきりする。これ確かにしました、ね、確かにゆっくり聞けばいいっていうような、クイズの問題って、うん、はい、問題聞けばわかるみたいな。え、ってことはほぼ伊沢さんってこと。クイズ王ってこと。伊沢さんですね。クイズ王ですよ。ふくら P、 ふくら P と今度対決したい。確かに。ディレクターからヒントもらってました。うん、うん、え、あの
ズブズブな関係なんで、うん、はい、だってもうずっとそっち見てたもん、うん、こっち見てなかった。違う、え鏡越しに自分の美術確認してただけで。逆にね、全然もらってません。もらってないってことです。え、不正ですか？不正ではありません。違います。うん、あ、まあ、ならいいでしょう。まあ、道枝さんも目つぶって考えるときとかあるからね。いや、え、ちょ待って、ちょっと待って、ちょ待って。ちょっと不正しろよ。ちょ待ってね。喋ってるけど目つぶってるんだよ。かわいい。の、助けられました、皆さん。はい。また後半戦あるそうですよ。はい。はい。ということでね。まず、ここで一曲。この曲は、7枚目のシングルのカップリングにもなっております。ちょっとチルな世界観で浸れる、またなにわ男子の新たな、あの一面が見せられてると思います。なにわ男子で君と風と。ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか？会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト8月は僕たちサルゴリラが担当しています。はい、毎週土曜夕方6時配信です。はい、お願いします。幼馴染、うん、の感じ、友情の、うん、うん、うん、じゃあ違う、下手くそ。なにわ男子のウムラジ、今日のメンバーは長尾健人と大西流星。なにわ男子の長尾健人です。大西流星です。今夜は特別企画、道枝少年の事件簿スペシャル、答えを知らない僕たちはお送りしています。やったー。ここまでのところリードしているのはどちらも一緒ということで。やった。3問中2問正解が2人とも。いいね。いい感じでございます。まあこれね、時間まで目いっぱいやっていきたいなと思います。はい。じゃあ続いて、埼玉県、俺らの心のりどころ、物干し竿で、棒高跳びさんです。先生の家までは何メートルでしょうか？え？はい。何メートル？先生教えるもんね、教える。先生？うん。ヒント。うん？ヒントはダメです。え、嘘。普通のヒントはいいんじゃないの？ディレクターさんのヒントはなしで、はい、ディレクターヒントなしね。ね、何メートルに注目した方がいいかもしれないですね。その本当にメートルなのか、何々メートル、何々を取るんじゃない？出席？お？出席？どこに行っている？メートル。メートル。メーボトル。メートルなのか。メーボトル。キロなのか。ミリなのか、センチなのか、いっぱいありますから、その長さを表す。何だっけ、もう一回。先生の家までは何メートルでしょうか。ねえ、これ結構クイズってか、このさ、なんかみんな分かってそうやけど分かってないみたいなさ、空間がさ怖すぎて、クイズ番組結構恐怖症かも。はい、ゆうちゃん、耳塞いでいただいてもいいですか。リスナーさんだけに答えを教えたいなと思います。あ、答えは10メートルです。1000センチ、1000センチということで1000センチメートルです。はい、 OK、 はい、 OK。 先生までのメートル、はっ、1000メートル、お、先生は、は1000メートルは、なんか横道にゴールは見えてたかもしれないですね。1100メートル、千千メートル、千メートル。いいとこまで行ってますよ。ずーっとディレクターのこと見てますけど、何も出てこないですよ。先生。もうさっきから2分ぐらいずっとディレクターさんに目で訴えかけて。苦しい。先生。みたいな笑顔で全部ごまかしてる。家？千ホーム。先生の家までは何メートルでしょう？先生ホーム。お、フォーム、お、家、よ、家、よいしょ、千家、お、ナザースベット開けた。ほんまに？すごいタイミングやったよ。はい、何メートルですか。千メートルです。なぜですか。千メートル、先生の千。ダメー、不正解です。
正解は10メートルです。1000センチ。1000センチ。あーで、10メートル。1000センチ。あー、そういうこと？センチは1メートル。センチで、あーすげー、先生、んち、んち、んちにすんね、家を。先生、んち。先生、んちです。むずっ。うわー、悔しい。結構いいとこまで行ってましたよね。1000センチみたいな。ねえ、ヒントちょうだいよ。いいとこまで行ったんですけどね。悔しい。じゃあ続いて、続いて神奈川県23歳俺らの心の居所発汗大魔王さんからいただきました。おお、汗。お寿司屋さんで大将に出してもらってもお客さんが絶対に食べないネタは何でしょうか。お客さんが大将に出してもらっても絶対に食べないのは、イカ、マグロ、サーモン、マグロ、イクラ。え？イクラ？マグロ、サーモン、イカ。ちょっと、ケント、耳塞いどいてな。リスナーさんだけに答えを。お寿司屋さんで大将に出してもらってもお客さんが絶対に食べないネタは、タコです。タコは英語でオクトパス。つまり、オクトパスだからです。はい。オッケー。ケントー！お寿司屋さん大将に出してもらっても、お客さんが絶対に食べないネタは何でしょうか？ホラガイ、ホラガイ、ホラガイ。何が？出してもらって。絶対食べない。ネタでしょ？ネタ。でも握りってことですもんね。鉄火巻き。鉄火巻き。トロタク。納豆巻き。え？大西大将に、マグロ一丁。へいお待ちー！あ、へいお待ちー！え？もう全然関係ないから。ねえ、全然関係ない。な、大将でさせられるの意味わからん。なんなんヒントじゃないの全然関係ない。あー、大将いくら？へいやもちーヒントじゃないや、これ。違うっていいって。だからヒントいらんの？あ、ヒント欲しい。英語ね。英語で。英語？英語で考えてみて。Please? オクトパス。オクトパス。オクトパス、あ、タコや。謎はすべて解けた。タコ。正解！理由は？理由は、なんか英語にできるのって、まあマグロとかあんま分からへんかったから、タコオクトパス。オクトパス。正解！つまりですね、タコは英語でオクトパス、つまりオクトパスだから。そのままよ。すごい！クイズ王はお前らやったーすごいね。すごいいやん。クイズ番組もっと出た方がいいよけど。いや間違ってるやろこれ。えもうすーげー低レベルのなんか違うか。そうひらめきとかさ石ころまたぐぐらいのこのハードルよこれ。大事。えじゃあ今度ふくら P とあのセットで出てください。まあふくら P とあそうやふくら P 結婚したやん。あおめでとうございます。おめでとうございます。俺らのね友達ね、うん、何話の友達、何話の友達、幸せでねふっくらしないようにお願いしたいなと思います。また番組にも来てください。はい、よろしくお願いいたします。以上、なぞなぞは楽しいのコーナーでした。いやそんなやって嘘、なぞなぞ楽しいコーナーこれ。はい、なにわ男子のうむらじ。今日のメンバーは長尾健人と大西流星。浸る、光に、モネに。印象派を代表する画家クロード・モネ、その晩年の制作に迫る究極の展覧会が開催。マルモッタンモネ美術館から珠玉のコレクションおよそ50点に加え、日本国内に所蔵される名品の数々が東京に集結。大画面の睡蓮に囲まれる本物の没入体験。モネ、睡蓮の時。上野国立西洋美術館で10月5日開幕。詳しくは展覧会公式サイトまで。ラジオのサブスクアプリオールナイトニッポンジャムでオールナイトニッポンクロスのアーカイブを配信中。月額500円でいつでもどこでも聞けます。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。まずはオールナイトニッポンジャムのアプリをダウンロード。なにわ男子のうむらじ。うむらじ。なにわ男子のうむらじをお送りしています。
普通音紹介していきます。はい。北海道俺らの心の寝る所、シマエナガさんからです。はい。私は旅行が好きで、長期休みの時は家族や友達とよく旅行に行きます。いいやん。北海道に住んでいるので大抵飛行機で行くのですが、私は旅行の中でもパッキングをして空港に行くまでの時間が一番好きです。わかる。なにわ男子の皆さんは旅行前、旅行中、旅行後、どの時が一番自分の中で盛り上がる瞬間ですか？え？え？じゃあ待って、これ旅行の中でパッキングをして空港に行くまでだと、これ旅行行かねえやん。毎日このパッキングワクワクしてんの。一番気持ちが高ぶってる時期なの。あ、そうなの。うん、時期なの、時間なの。だって、え、目的達してないやん。だって向こう行かない。だからそれも含めて楽しみだな、ワクワクってなってんのがあんねや。うん。あ、そうなの。え、ケントはその行き先がもう一番絶好調。一番絶好調。向こう行って何しようみたいな。行くまで逆にもうなんか早つけばいいのになぐらい。そう、パッキングももうギリギリやし、その寝るよね、移動中は。あ、そうなんや。俺たまに、それこそもう電車も好きやし飛行機も好きやから、うん、移動手段もちろん好きやけど、うん、パッキングの時とかってさ、やっぱ一人やらなあかんから、結構もう、あ、これ必要かなみたいな、なんかもう結構なんかめんどくさくなっちゃうから、うん、俺は、めちゃくちゃ急いで、パッキングをしてる、YouTuber さんの動画を、流しながら、一緒にせかせかパッキングしてるかも。ちょっと時間がないのね、みたいな。やばいとか言いながらやってる人をやって、俺も一緒に、やばいとか思いながらやってんねや。パッキングしてる。え、パッキング結構そのこれもいるかなって心配性で持っていくタイプですか？え、結構持ってくかな。うん。あ、でも一人旅行の時は いらんかも。そんな。俺結構もう現地調達タイプなんで。強兵も一緒じゃない？いらんかなーとか思って結構荷物。強兵マジほんま何も持ってきてない。うん。あ、めっちゃちっちゃいかまで来る時あるっすから、ね。うん、マジ普通東京での仕事よりも持ってこない時もあった。うん。ぐらい。何それ？最近はちゃんと持ってきてます。いや、わかる？そのワクワク感。空港いいよね。うん。マジ空港のワクワク感好きやもん。国際線とかのとこってさ、うん、いろんなこう店も揃ってるし、確かに入ってからも楽しいやん。空港はいいかも。なんかちょっとかっこいい気分になれる。え、わかるっすか？なんかちょっとこう。あ、そういうこと。え、なんかもう、世界行っちゃいます。なんかパイロットになった気分なのかと思った。あ、パイロットになった気分でもあるよね。たまに、海外から、日本について、なんか、テクテク歩くパイロットのモノマネとかしてる。一人で。姿勢正して。あー、変やわ。変な人いるわ、ここ。パイロットモチベの時もあるし、結構楽しいあれ。結構いいんや。今度やってみよう。うん。まあでも、確かにわかる。旅行行きたい。行きたくなってきた。海行きたい。海ね。ああ、海行きたいな。海行きましょう。韓国も行きたい。行きましょう。はい。俺らの心の慣れどころ、ラジオネーム、チュピさんからです。京都の方ですね。私の家では、休みの日は、洗濯や掃除、お皿洗いなどを兄弟で一緒にやっているんですが、この前、兄に、お前とはやり方が合わんと言われ、大喧嘩した後に、家事は完全分担制になりました。口に出すと逆切れされるので、掃除とか二人でやる必要ないやろって心の中で思ってました。なにわ男子の皆さんは学生だった時家事は分担していましたか？え、家事？そんな、家事とかあんまやってなかったかも。あ、自分の部屋の掃除とかかな？うん。とかは、あと、家事ではないけど、猫ちゃんのトイレ掃除とか？はいはいはい。かも。俺はもう見つけたらやる。一人っ子なんで、兄弟と分担とかはないですけど。ないかもな。でもなんか、お母さんとかが、休日にお母さんとかが、なんかたまたまこう家出てて、で、お姉ちゃんと一緒の時とかは一緒に、ジェリウス何しといてとか、皿洗っといてとか、家事分担してとかも、確かに。懐かしい、実家帰りたくなってきた気が。あれ、すごい。結構帰りたモチベ。優しい息子。でも、お前とはやり方が合わん。かわいい。お兄ちゃんに言われるからね。かわいそう。うん。そっか。その兄弟のさ、喧嘩っていうのがさ、意外と4歳くらい離れてたらまあ、なんかないねんな。あ、ないんや。あんま喧嘩したことないかも。結構2歳違いとかさ、お兄ちゃんと弟とかやったら喧嘩多いイメージ。ああ、確かに。お姉ちゃんと弟、そんなないかもね。お兄ちゃんと妹とかもあんまないんじゃない？よりデレデレなっちゃうから。あ、逆にね。妹にデレデレ。お兄ちゃんよくおるし。いや、確かにな。家事分担あんまやってこなかったかも、でも意外と。まあ確かに。うん、家事は全部任せっきりでしたね。本当に。任せっきりです。両親に感謝です。両親にも感謝です。はい。いろんな家具をありがとう。電化製品もありがとう。たくさんメッセージありがとうございました。今夜のラストナンバーです。なにわ男子で恋する光。
なにわ男子のうむらじ。ここは新世界の外れです。通天閣が見えるような見えんような微妙な距離にあるしょうもない一角のしょうもない串カツ屋の娘がうちです。なんやドローンか。はい、串カツとウインナーとアスパラ。串カツ買いに来よった。ドローン観光客や。ほなこれソース二度付け禁止やで。ロボットアームで串カツ掴んどる。ほんでソースつけとる。飛び立った。ソース降ってきた。お気にドローン班。ドローン班言うとる。ヨーロッパ企画演劇公演、来てけつかるべき新世界、チケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索してや。日本放送ラジオリビングおすすめ、スーパーストーンバリア包丁。抜群の切れ味と驚きの軽さ、使いやすさを実現。研ぎ木付きで税込み9900円。スーパーストーンバリア包丁、詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先は、なにわアットマーク 1242.com。なにわアットマーク 1242.com。なにわのスペルは小文字で、NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っています。一度目を通してみてください。ここで僕たちからのお知らせです。ニューシングル、恋する光が8月28日水曜日にリリースされました。よろしくお願いします。お願いします。はい。リュチェの主演映画恋を知らない僕たちはもう公開中です。劇場の情報は作品のオフィシャルサイトでご確認ください。ありがとうございます。キュンキュンしてください。お願いします。そしてですね、なにわ男子ライブツアー2024プラスアルファも継続中です。今たくさん全国回らせていただいてますけど、横浜アリーナの公演でですね、音楽配信の発表とアジアツアーの発表もさせていただきました。はい。アジアツアーはですね、11月からでして、台北とソウル、香港の3都市を回らせていただくことになりました。はい。うん。すごくワクワクした気持ちもありますし、逆にこうね、もっともっとこう力をつけていかないとっていう機会になりますので、アジアツアーの他でもたくさん関わりながら楽しんでこの活動をしていきたいなと思いますので、お願いします。よろしくお願いいたします。その他のね、ツアーの詳しい日程や会場などは僕たちのオフィシャルサイトでご確認ください。あっという間でした、ね。てかやっぱクイズ楽しかったかもね。楽しかったけどさ、逆にミッチーってこれ毎回やってるわけやろ。うん。なんで成長してんの。大体クイズってさ、このさ、なんか典型的なさ、ズケントも言ってたけどさ、こういうのじゃなかったらこっち系かなみたいなさ、考え方ができるわけやん。それがまた可愛いと。結構でもこれ番組屈指の長寿企画でしょ。結構の人気誇ってんねんけど、全然金田一に慣れてないもんね。うん。作品の中では慣れてたけど頑張りたから、本当にクイズ王を一人でもいいから作りたい、メンバーで。まあでも初代チャンピオンいただいちゃったんで、千田さんにもだから一旦クイズ番組無双していただいて、一周していただいて頑張りたいと思います。お願いします。知識ではちょっとあれなので、ひらめきの方のクイズ番組でいきたいと思います。いいですね、ひらめき系お願いします。ひらめき系よろしくお願いいたします。楽しかった。はい、ということで以上。あれ台本ねえなじゃねえ。一応ね、以上って閉まると思ったけど台本なかった。以上って言いながら、もう髪バサ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 しながらねえなということでね、まあそんな感じでお送りしました。はい、以上、なにわ男子のオブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は長尾健太と大西流星でした。バイバーイ。あばよー。なにわ男子のうむらじ。ここは新世界の外れです。通天閣が見えるような見えんような微妙な距離にあるしょうもない一角のしょうもない串カツ屋の娘がうちです。なんやドローンか。はい、串カツとウインナーとアスパラ。串カツ買いに来よった。ドローン観光客や。ほなこれソース二度付け禁止やで。ロボットアームで串カツ掴んどる。ほんでソースつけとる。飛び立った。ソース降ってきた。お気にドローン班。ドローン班言うとる。ヨーロッパ企画演劇公演、来てけつかるべき新世界、チケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索してや。
日本放送ラジオリビングおすすめスーパーストーンバリア包丁。抜群の切れ味と驚きの軽さ、使いやすさを実現。研ぎ木付きで税込み9900円。スーパーストーンバリア包丁、詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先は、なにわアットマーク 1242.com。なにわアットマーク 1242.com。なにわのスペルは小文字で、NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っています。一度目を通してみてください。ここで僕たちからのお知らせです。ニューシングル、恋する光が8月28日水曜日にリリースされました。よろしくお願いします。お願いします。はい。リュチェの主演映画恋を知らない僕たちはもう公開中です。劇場の情報は作品のオフィシャルサイトでご確認ください。ありがとうございます。キュンキュンしてください。お願いします。そしてですね、なにわ男子ライブツアー2024プラスアルファも継続中です。今たくさん全国回らせていただいてますけど、うん、横浜アリーナの公演でですね、音楽配信の発表とアジアツアーの発表もさせていただきました。はい。アジアツアーはですね、11月からでして、台北とソウル、香港の3都市を回らせていただくことになりました。はい、うん。すごくワクワクした気持ちもありますし、逆にこうね、もっともっとこう力をつけていかないとっていう機会になりますので、アジアツアーの他でもたくさん関わりながら楽しんで、この活動をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。その他のね、ツアーの詳しい日程や会場などは僕たちのオフィシャルサイトでご確認ください。2回目もでした、ね、てかやっぱクイズ楽しかったかもね。楽しかったけどさ、うん、逆にミッチーってこれ毎回やってるわけやろ、うん、なんで成長しないだいたいクイズってさ、このさ、なんか典型的なさ、ズケントも言ってたけどさ、こういうのじゃなかったらこっち系かなみたいなさ、うん、考え方ができるわけやん。それがまた可愛いと。結構でもこれ番組屈指の長寿企画でしょ。結構の人気誇ってんねんけど、全然金田一に慣れてないもんね、うん、作品の中では慣れてたけど頑張れたから本当にクイズ王を一人でもいいか作りたい、メンバーで。まあでも初代チャンピオンいただいちゃったんで、うん、ジェラさんにもだから一旦クイズ番組無双していただいて、一周していただいて頑張りたいと思います。お願いします。知識ではちょっとあれなので、ひらめきの方のクイズ番組に出たいと思います。いいですね、ひらめき系お願いします、はい、ひらめき系よろしくお願いいたします。楽しかった。はい、ということで以上。あれ台本ねえなじゃねえ一応 ね以上って閉まると思ったけど台本なかった以上って言いながらもう髪バサ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 しながらねえなということでね、まあそんな感じでお送りしました、はい、以上、なにわ男子のオブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は長尾健太と大西流星でした。バイバーイ。あばよー。Stars are shining bright, night turns into day. Dancing in the dark, music in the air. Holding you so close, moonlight in your hair. Red light supernova, taking flight tonight. Together we ignite, underneath the starlight. Laughing all the way, never want to stop. Hearts are beating fast, together we are one.
新世界の外れです。通天閣が見えるような見えんような微妙な距離にあるしょうもない一角のしょうもない串カツ屋の娘がうちです。なんやドローンか。はい、串カツとウインナーとアスパラ。串カツ買いに来よった、ドローン観光客や。ほなこれソース、二度付け禁止やで。ロボットアームで串カツ掴んどる、ほんでソースつけとる、飛び立った、ソース降ってきた。お気にドローン班。ドローン班言うとる。ヨーロッパ企画演劇公演、汽笛つかるべき新世界、チケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索してや。日本放送ラジオリビングおすすめ、スーパーストーンバリア包丁。抜群の切れ味と驚きの軽さ、使いやすさを実現。研ぎ木付きで税込み9900円。スーパーストーンバリア包丁、詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルは小文字で NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っています。一度目を通してみてください。ここで僕たちからのお知らせです。ニューシングル恋する光が8月28日水曜日にリリースされました。よろしくお願いします。お願いします。はい、リュチェの主演映画恋を知らない僕たちはもう公開中です。劇場の情報は作品のオフィシャルサイトでご確認ください。ありがとうございます。キュンキュンしてください。お願いします。そしてですね、なにわ男子ライブツアー2024プラスアルファも継続中です。今たくさん全国回らせていただいてますけど、うん、横浜アリーナの公演でですね、あの音楽配信の発表とアジアツアーの発表もさせていただきました。はい、アジアツアーはですね、11月からでして、台北とソウル、香港の3都市を回らせていただくことになりました。はい、うん、すごくワクワクした気持ちもありますし、逆にこうね、もっともっとこう力をつけていかないとっていう期間になりますので、アジアツアーの他でもたくさん関わりながら楽しんでこの活動をしていきたいなと思いますので、お願いします。お願いいたします。その他のね、ツアーの詳しい日程や会場などは僕たちのオフィシャルサイトでご確認ください。2回目も、ね、てかやっぱクイズ楽しかったかも ね楽しかったけどさ、逆にミッチーってこれ毎回やってるわけやろ、うん、なんで成長しないだいたいクイズってさ、このさ、なんか典型的なさ、ズケントも言ってたけどさ、こういうのじゃなかったらこっち系かなみたいなさ、うん、考え方ができるわけやん。それがまた可愛いと。結構でもこれ番組屈指の長寿企画でしょ。結構な人気誇ってんねんけど、全然金田一に慣れてないもんね、うん、作品の中では慣れてたけど頑張りたから、本当にクイズ王を一人でもいいから作りたい、メンバーで、うん、まあでも初代チャンピオンいただいちゃったんで、うん、千田さんにもだから一旦クイズ番組無双していただいて、一周していただいて頑張りたいと思います。お願いします。知識ではちょっとあれなので、ひらめきの方のクイズ番組に出たいと思いますいいですね、ひらめき系お願いします。ひらめき系よろしくお願いいたします。楽しかった。はい、ということで以上。あれ台本ねえなじゃねえ一応 ね以上って閉まると思ったけど台本なかった以上って言いながらもう髪バサ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 しながらねえなということでね、まあそんな感じでお送りしました、はい、以上、なにわ男子のオブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は長尾健太と大西流星でした。バイバーイ。あばよ。